本日はよろしくお願いいたします。こちらこそです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、いやもうすごい書がもうありながらなので、すみません、ありがとうございます、はい、さすがだなと思いながら、それは恐れ入ります。ちなみに、はい、姿勢通典ですね。姿勢通典、はい、儒学者の孟子の言葉なんですけれども、はい、姿勢天を通ず、はいはい、誠を尽くして、ね、一生懸命頑張ればその願いというか思いは天に通じますと、はい、自分がその思い描いていたことが実現しますよ、はあ、だから心正直にね、はい、頑張りましょうっていうようなことです。なるほど。これはちょっといい言葉だなと思いまして、いい、はい、書いてみました。座右の銘ということですか。そうですね、座右の銘の一つですね。の一つであると。そちら の後ろの書もそうなんですけども、はい、持ってきていただいた色紙も ありがとうございます。見せていただけますか。よろしいでしょうか、はい、これはどういった、はい、これはですね、はい、ちょっと読み上げてみましょうか、はい、お願いします、はい、やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじ、はい、これは、はい、連合艦隊司令長官であった山本五十六氏の名言なんですね、はい、もうその時からもう延々とね、企業 そのトップ、うん、あるいは組織のトップの方はもう皆さんこれを名言として携えていらっしゃると思うんですね、はいはいはい、で私が刑務官だった時も上司がなんかちっちゃいメモに書いて机のところに挟んでたりとかして、うん、それを私は発見をして、で、あくる日にね上司に聞いたところ、はいはい、これがリーダーとして その信念であると。率先垂範ってご存知ですか。はい、うん、言葉、はい、そう、部下にそう、はい、見本を、自分が手本を見せる、はい、うん、手本を見せて、で自分も自ら進んでそれをやると、はい、ね、藤本君やあれやっといて、これやっといて、はい、違うんです。うん、上司がまずやってみせるんです。こういうふうにやるんですよ、ね、藤本君やってみて、はい、できるかなって言って、うんうんうん、でそれっきりじゃないんです。うん、後押しをね、フォローとか、うん、その見守りも大事なんですね、うんうんうん、ちゃんとできてるね、じゃあ今度ね一人でやってみようか、ね、そしてできたら褒めてやる、はあ、そうやって部下を育てていくんですよっていう、本当にこう脈々とねこういう若者を育てるっていうことに関しては、まあ、いつの時代も大事なね課題になってるのかなと思うし、はい、今もこれがね生きているのではないかと思います。タッチがまた不思議なタッチなんですけども、それはありがとうございます。何でしょうか。この子なんですね。この子、はい、これ何だと思われますか。それは筆ではないですよね。はい、これはね木の枝なんです。木の枝、はい、木の枝で、はい、これをやんわりと、はい、やんわりと書いてみました。あまりガツンと書くのもね、はい、なんかちょっと重いかなと思ったので、はい、これでこう丸っこく丸くなる効果があるってことですか。そうですね、ビシッと表現したいときは筆で、はい、筆意と言いますけどね、はい、筆 のいいところを使って表現しますけど、はい、ちょっとあまりねこうやってみせ、言って聞かせて、させてみて、でもベタベタでしょ、こうなんかベタな感じなので、なので色紙にソフトに表現して、はい、枝で描くとやんわりなると。そうですね。でこれを若い人にね、はい、進めたいなと思って、うんうん、今日はでも藤本さんに見ていただけてとても嬉しいです。ありがとうございます。まず初めに伺いたいんですが、はい、山内美穂という人物は、はい、一体どういった人物でしょうか。はい、藤本さんから見ていただいて、はい、私という人物はどのような人物かと思いますか。すいません、ちょっとすいません、これ、はい、いくつに見えますか的な感じになってますけど、いくつに見えますか的なことでもいいですし、はい、一度お仕事で、はい、お会いさせていただいておりますけれども、はい、まずお聞きしたいなと思いました。これは非常に圧を感じますけれどもすいません、いや気楽でいいです、もうラフに、はい、そのお笑いライブですかね、お笑いのステージ で、はい、そうです、いろんな議論をするというライブだったんですけども、はいはい、数多くの方がいらっしゃる中ですね、はい、記念撮影の時もずっとご自身 そのライブタイトルの賞をずっと出し続ける非常に芯の強い方だなというふうに認識しております。恐れ入ります、本当ありがとうございますとても嬉しいです。何が正解だったんでしょうか、はい、それも正解ですし、はい、その真逆も私は持っているということなんです、はい、
と言いますと、はい、今あの感じていただいて、はい、述べていただいた、はい、私像の裏面ですね、はい、全く真逆な私もいる。今私書家として、はい、まあ、表現者でもありますので、はい、いろんな面をあの携えていた方がというか、はい、携えていることで、表現の幅も広がるというふうにも思っておりますし、はいはい、まあ、一言で言いますと型にはまった部分と型破りな部分、その両面を私は持っているというふうに自負しております。自負されていると自負しております。なるほど、はい、それはどこかのこれまでの人生のどこかの段階でたどり着かれたものなんですか。はい、そうですね、はい、私は18年、はい、あの法務省の国家公務員として、はい、刑務官として、はい、勤務してまいりました。でその間は刑務所というのは、まあ、型にはまった世界ですので、はい、もう自分を型に入れる、法律の中に自分を閉じ込める、そして、同時に書家ではなかったんですけれども、書は幼い時からずっとしてましたので、書も型にはまった世界なんですね。ですのでずっと幼い頃から、そして刑務官になってからもずっと型にはまった自分を、まあ、演じてたというか、これが私の世界だと思っていたんですが、どうしても書家になる夢を捨てきれずに、ある段階で刑務官を退職して書家に転身しようと思ったわけですね、はい、そして書家に転身した時から徐々に、あ、型を知っているからこそ型をそこから破ることができる、あの型を知らないまま自由奔放にあの自分の好きなようにやってしまうと、やはり基礎がないので、それ以上のものはあのなかなか望めないと思うんですね。これは芸術の世界でもスポーツの世界でもそうですけど、やはり基礎というものが大事です。型をしっかり勉強して、で刑務所でその型の、あの、まあ、修行をしっかりして、はい、そしてそこから書家になった時に今度は表現の世界、芸術の世界に入るわけですから、じゃあどうやってその型を破ろうかっていうところなんですね。そこで、あ、だんだん型をこう破れるようになってきた自分に気づきました。でどんどん型破って、はい、でこの瞬間からもですね、はい、また型破って、はい、もうそれを藤本さんがきっかけくださったかなと思うんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。何か与えましたか、はい、こういう質問をしていただいて、はいはい、お話しさせていただいて、はい、また今私はお話ししている途中からも、うん、はい、もうどんどんこう型を破ったろう破ったろうっていう破ったろうっていう、はい、あのあれが出てるわけです。信号、はい、電撃というか電撃が出ていた。そうです。書道をね教えるなんてあなたはもう100年早いわよって言われて、もうガーンって来たわけです。ここで、あ、私の夢は打ち砕かれてしまったかなと思ったんですが、